マガツノートシーズン1ラジオドラマ第8話奪われた絆。武将光秀によって過去を突きつけられた政宗、家族の命を奪ったのは自分自身であり、アークの真の姿は邪悪そのものだった。だがその頃、小十郎は不可思議な衝動によってある場所へと向かっていた。政宗様、ただいま戻りました。あ、私は何を。彼はここにはいない。もう帰ってくることもない。分かっていたことではないですか。しかし、ではなぜ、なぜ私はここへ。一体何をしに戻ってきたというのですか、この家へ。おかえり、小十郎。なあ、聞いてくれ。実は今日学校で。なあ小十郎、靴下が足りないんだが。予備はどこへしまってあっただろうか。ダメだ小十郎、お願いだから、あと5分だけ。被検隊1号政宗を破棄する。速やかに処分せよ小十郎。了解しました、マイマスター。これは、私は迷っている。そんな、ありえない。機械である私に迷いなどあるはずが。ではこの思考の乱れは一体。メンテナンスの必要性が。いや、そんなことをしては他の者が政宗様の処分命令を執行することに。それだけは、それだけは避けなければ。なぜ。小十郎、今日はお前の誕生日だろう。その、これを着てみてくれないか。似合うな。お前はいつもあの一丁ら姿だが、こういう砕けた服装のお前を見るのもいいな。政宗様に対して特別に思う感情はある。彼を処分しなければならないことも残念に思う。そう感じる程度の感情は自分にも与えられている。しかし、それが意思決定に影響を与えることなどあるはずか。その、小十郎、子供の頃一人だった俺を、もし誰も迎えに来てくれていなかったらと恐ろしい夢を見ることがあるんだ。もう大丈夫。お前のあの時の言葉はずっと俺を救い続けている。ありがとう。運動機能に乱れ、こんなにも影響が。わからない。なぜこんな。一体私はどうすれば、どうすればいいのですか、政宗公。どうか、お前だけは最後まで俺の味方でいてくれ、片倉。もちろんです、政宗様。この命が果てる時まで殿の隣にいてみせましょう。あっ、政宗様。今のは片倉とは。おかしい、メモリーにない光景だった。しかしなぜだか不思議と思考の檻が消えて。なるほど、これはもう私は完全に壊れていますね。しかしそれでも私があの方を裏切ってはならない。そうでなければあの方はまた一人になってしまう。政宗様、今参ります。
皮肉なものだよね。本来命令を聞くだけのはずの機械が人に似せて作られた結果、裏切りを覚えるなんてね。そんなとこまで人間の真似しなくていいのに。鉄くずくん。家康様、どうしてここに。君のメンテナンスは医療局の管轄。気づいていたよ、君の異変にはね。でも監査局には黙っててあげたんだ。なぜだと思う？楽しむためさ。俺を裏切ったあいつやきっかけを作った君をこうやって暴いて心を踏みにじって大手を振って殺せる状況に仕向けるためにね。誰にも邪魔なんてさせるもんか。楽しませてもらうよ。問答は受け入れていただけそうにないですね。ああ失礼。ほう。あなたはもともと外の。俺を殺そうってやってみろよデク人形。俺は死なない。生きて生きて生き抜くんだ。家康様のノイズ。私は思考が乱れる。これはまさか機械の私がノイズの影響を受けるなど。聞いてるね俺の玉揺らが。君やっぱりおかしいよ。もしかして生まれてるんじゃない、自我が。そんなバカな、物理的にありえません。メンテしてあげようか。おいでよ。私はその前に両足だけでも壊しとく。逃がすわけにはいかないんだ五十郎。政宗の処分は君にしか任せられないんだから。楽しみだよね。家族同然だった君に殺されると分かった時の彼、どんな顔をするんだろうね。政宗、あの甘ったれが苦労人、一人ぼっち、幼い頃から辛い境遇を耐えてきた。俺に言わせれば大笑い草なんだよな。あなたはなぜそれほどまで政宗様にこだわるのです。以前から不思議でしたが、一方的な憎悪すら感じます。聞きたいのかい。ええ、ぜひとも伺いたいですね。俺の父は武将でね、だけどある事情でアーク側についていたんだ。監査局が諜報用に取り込んだ武将。ではあなたがアークへ来たのは人質として。その通り。俺は父が裏切らないようアークによこされた人見悟空さ。小さな子供の頃にね、怖かったよ。余計なことをしたら殺す。24時間監視役がそんな目で見てるんだ。俺はそんないつ殺されてもおかしくない状況でずっと生きてきたんだ。それはおつらかったでしょうね。ああ死ぬほどね。死ななかったけど。俺と一緒に悪によこされた忠勝や直政たちは横にいてくれたけど、その頃はまだ彼らとも今ほど仲良くなくてさ。そんな時さ、初めて俺に友達ができたんだ。誰だと思う？そう、4つ下の政宗くんだ。そうか、記憶操作より以前に交流が。彼は素直で純粋で、あったかい家族に包まれて、どんな人をも信じてるまっすぐな子だった。俺がアークで初めて心を開けた相手だった。俺
俺は彼と彼の弟を実の兄弟のように可愛がった。少なくとも彼らに頼られると得意になれたし、俺も救われていた。少なくとも二人といる間は命の危機を忘れることができたんだから。だって言うのに何が対武将用兵器だ、サタンとの契約だ。雑な実験やりやがって。おかげで政宗君は家族を失って、挙句記憶操作に洗脳。そのせいで彼は別人になった。それだけじゃない、もう一つ。実は俺ね、彼に秘密の夢を話していたんだ。いつかこの組織を乗っ取ってトップになってやる。殺される側から殺す側になってやるって。そんな大それた野望、もしバレたら即処分だ。そんな俺の爆弾を彼は頭の隅に持ってるってわけ。アークの犬に生まれ変わった彼が何かの拍子にそれを思い出したら、そう思うと毎日気が気じゃなかった。辛かったよ、辛かった。でもさ、それよりももっと辛かったことはさ、僕のことを忘れちゃってたってとこでさ、許せないよ。君まで裏切るのか。僕には君しかいないのに。なるほど、それであなたは政宗様を目の敵に。俺はさ、数少ない心の拠り所を奪われたんだよ。友達も奪われた。秘密がバレるか気が気じゃなかった。毎日怖かった。でもそれ以上に俺のことを忘れて、お前という家族を得て手厚く庇護されながら幸せそうに再生していく彼が憎かった。実はこの10年間何度も政宗君を殺そうとしたんだけれど、君たちの監視下にあった彼にはなかなか手が出せなかったんだ。でも今回の件でようやく正式に彼を殺すことができるようになった。家宝は寝て待てだ。でも普通に殺してしまったんじゃ面白くない。だから君にやってもらいたいのさ。俺から彼を奪った張本人の一人である君にね。見たいな、裏切り者同士の殺し合い。ここまでの話をされる以上、家康様は私を外へ逃がすつもりはない。ならば道は一つ。なんだよ、目つきが変わったな小十郎。え、比例お詫び申し上げます。ごめん遅い。なっ、護衛がいましたか。その装備、強化型の執行官、いや医療局の対武将用兵器か。ということはこの中身はすでに再生が終わっていたのですか。そっか、君なら話くらいは聞いてて不思議じゃないか。どう、実物は超すごいでしょう。これが初の運用テストでね、不格好なマスクや管があれこれついてて顔も見えないけど、まったく恐ろしい男だよ。どんな人生を送ればあんな音を鳴らせるのやら。ノイズ。そうだよ、俺の玉揺らでも随分辛そうだったけど、五十郎、君の生まれたての自我は果たして何分耐えられるかな。やれ。了解。おー、壊れた壊れた。すごいねお前。
うつけめ。小十郎、これから君は道化になるんだ。俺の精神衛生上の健康のためにね。ハハハハハ。